実はここが一番眺めがいいんですよ。雑貨屋の役得ですかね。いつもは姉さんと花見をしていたんですけど、今年は特別です。実は前からあなたとここでお花見をしたくて。喜んでもらえてよかったです。そうなんだ、ありがとう。あ、でも姉さんには内緒ですよ。姉さんよりも先に二人で来たなんて知られるときっと怒りますから。そうだね。お花好きですか？そうだね、結構好きだよ。そうですか。店に花も仕入れようかな。何か言った？いえ、何でもありません。そう？変なの？どこに行こうか。どうせだから桟橋の方へ行ってみようか。気持ちいいですね。僕はインド派だって自覚がありますけど、たまには海もいいですね。特に今日みたいな暑い日はね。そうですね。あ、船だ。おーい、声を出さないと。そうですね。おーい、おーい、おーい。疲れました。行っちゃった。逆に聞こえてこっちに来られても困るけどね。そうですね。でもビスマルク君、ビスマルク君も頑張れば大きな声が出せるんだね。そりゃ大きな声を出すこともありますよ。
仕事で必要な時もありますし。そうなんだ、ちょっと意外。そうですか。あなたはその男らしい人の方が。いえ、何でもないです。秋ですね。どうしたの？改めてそんなこと言うなんて。この真っ赤な紅葉を見れば誰だって秋を実感しますよ。そうじゃありません？そうだけど、他にも涼しくなった朝晩とか、高い空、美味しい食べ物、いろいろ秋は実感できるよ。けどこの紅葉が綺麗なことには私も同感かな。あ、でも僕は紅葉よりもあなたの方が。あ、いえ、何でもないです。何でもなくないよ。言いたいことがあるならはっきり言わないと。いや、でも紅葉よりもあなたの方がずっと綺麗だって。教会に行ってみませんか？いいけど、どうして？あの、見てもらいたいものがあるんですよ。みたいでよかったです。毎年冬になるとグレーさんが教会を飾りつけてくれるんですよ。その姉さんにデートに行くなら二人で見に行けって。セイラちゃんが？ちょっと意外。セイラちゃんって弟のデートとか興味なさそうなのに。とんでもない。あなたとデートするってどこからか嗅ぎつけてきて根掘り葉掘り聞かれました。はい、デートは何回目なのかとか、手くらいは握ったのかとか、将来のこととか。そう、ビスマルク君も大変だね。そうなんです。
き。本当だ、綺麗ですね。いつもはお客さん少ないから雪の日は嫌いなんですけど、こういう日に降る雪はいつもと違う感じがしますね。こういう日？いえ、何でもありません。Ha ha ha.